こんにちは、皆さん。今日はもう秋にこれからなっちゃうから、私がこの間日本に帰ったのは、まあ、1月ぐらいから1、2、3で4月に帰ってきて5月っていう感じで、まあ、約まあ4ヶ月か4ヶ月半ぐらい、日本に帰ったんだけども、その間購入したものとか、あとそのレッスン受講していただいた受講者様からプレゼントしていただいたものとかで、私がこれはものすごくお気に入りで皆さんにおすすめしたいっていう商品を、今日は紹介しようと思いますね。まずいっぱいあるんだけど、まず一番初め、どれからいこうかな。 OK、 手元にあるからいきますね。まず一番初め、これケイトのマスカラ下地、あの下白くってさ、こういう感じで下地がくっついてるやつ。これはあの普通にいいですね。私はあの下のまつげに使うのに使ってるんだけども、あの本当にこうつけて乾かしてマスカラつけたらビャーって感じだから、すごい好きです。これはおすすめ。次、多いからちゃっちゃっといきますね。次がこれインスタでも紹介したんだけども、ファシオの、ボリュームマスカラっていうやつ、ファシオグッドカールマスカラで、こっちはボリュームのやつね。でロングのやつもあったんだけども、こう両方見た時にロングの方はさ、繊維がすごい入ってたんですね、中に。でなんか私は繊維はこういう風に分けてある方が好きで、っていうのもなんかコントロールしやすいから、これでつけて乾かしてから上から色をのせるっていうやり方の方が私は好きだから、このボリュームの方を買いました。でボリュームの方も、これは繊維も入ってないんだけども、すごいなんていうのかな、しっかりつくし、乾いたらよれないしっていう意味で、まあ、本当に普通にいいマスカラっていう感じで、すごいおすすめです。これ次はこれなんだけど、これ正直今朝開けました。なんだけど一回使ってもヤスって感じ。ブランドがね、エテューセのクリームアイライナーって書いてあります。これでカラーはネイビーブルー、今日目元ネイビーで、まずここのアイライナーこうまつげに沿って入れて、であと上の方にこうぼかしました、乗せてって、で そしたらブラシでぼかしてから上から、ネイビーカラーのマスク、アイシャドウを乗せてっていう感じで、今日はアイメイク仕上げたんだけども、なんで好きかっていうと、すごくクリーミーなんですよね。だからすごい描きやすかった。ガサガサとかもならないし、すごい描きやすいし、芯も強いからそんなに折れづらいと思うし、こうこれでさ、こう描いた後にブラシでぼかしたんだけども、まだ全然ぼけてくれる、なんかこう頑固にこうガシっていう感じではなくって、こうぼかしてもまあ自由にこうぼけてくれるっていうところとか、上からアイシャドウのせてもひっつきも良かったしっていうところで、いいアイライナーですね。そうだから、これおすすめ。多分さ、これ私これプレゼントでいただいたんだけども、ネイビーカラーいただいたんだよね。あ、ごめんなさい、ネイビーグレーだって。カラーネイビーグレーをくれたんだけど、でも多分他にもブラックとか多分あると思うんですよね。ブラックとかホワイトとか、それものもしかしたらいいかもしれない。このさ、ペンの質がすごいいいから、多分他の色も多分大丈夫だと思います。これおすすめ。他のビデオでも紹介したけど、これマジョリカマジョルカのジュエリングペンシルって書いてある。カラーは WT909 だって。なんでこれが私好きかっていうと、日本に帰った時にこのさ、下の目の粘膜のところにのせられる柔らかいクリーミーで発色のいいホワイトアライナーを探してたんですね。で私が持ってるのは海外のやつで、すごいいいんだけども、すごい日本の人に聞かれるんだけど、結局海外のものだからみんな買えなくって、じゃあ私が日本帰った時にもう行ってもう試して自分がいいと思ったやつを見つけようと思って、それがこれです、マジョリカマジョルカのやつね。でさ、値段も可愛いのよ、700円。値段も700円で可愛いし、なんつうのかな、
マットではないんですね。ちょっとね、こう島っぽいキラキラしてるの。なんかちょっとこうグリッターまではいかないけど、キラキラした感じなんだよね。私が好きなポイントはすごくクリーミーだから、のせやすいし、今日私目の下使ってるんだけど、うん、いい感じだから、皆さんホワイトのさ、クリーミーなアイライナー、こうやってここの粘膜に引きたいと思って探してた人は、このマジュリカマジュリカちょっと試してみてもいいんじゃないかなと思いますよ。次、これ言いますからです。これ結構私最近トゥートリアルでめちゃくちゃ使ってるんだけど、キスミーのヘビーローテーションカラーリングアイブロウで、私のカラーが4番のナチュラルブラウン今使ってるんだけどさ、まあ、普通にあのやりやすいし、結構乾くの早いかも。それも結構好き。あで、そのまま一日中ステイ、こうステイしててくれる、動いたりとか夜何もしないしっていう感じで、私は好きです。これもプレゼントいただいたやつだから、皆さんありがとう。皆さんいいの知ってますね。本当にいい化粧品ばっかプレゼントしてくれた。え、次、これまたケイトです。ケイトのリキッドアイライナー。まず何が好きかっていうと、昔ね、日本に住んでた時に日本で買った化粧品でアイライナーで、嫌なところっていうのがさ、あのテカリがすごいするんですよね。こうさ、つけるじゃない、のせるじゃない、でそれ乾いた後になるとさ、どうしてもなんかこうテカるので、ピール、こうピリピリみたいな感じで取れるみたい なんかそれがすごい嫌で、それそのテカリがすごい嫌で、まあ、日本帰った時にテカリの少ないやつを探そうと思ってたんだけども、まあ、それに想定するのが、まあ、近くてこれかなっていう感じ。まずウォータープルーフだし、すごい真っ黒、黒いです。黒いでしょ。テカリもないっていうわけでもないんだけども、まあ、ちょっとテカるんですけど、でも全然 OK っていう感じで、皆さん嫌いなところね、多分この子の嫌いなところ皆さんね多分一致すると思うんだけどさ、筆が細いのよ。筆がかなり細いのね。だから描きにくいっていう人が結構いると思うんだけども、まあ同感はします。描きにくいかなって感じ。慣れてない人は描きにくいかもしれない。ただ細いアイライナーを引きたい時とかは、私はすごいこれ好きだし、ウィング、このウィングのアイライナーを描く時はちょっとまあね、寝かしたりとか結構いろんなテクニックが必要になってくると思うんだけど、これだけ細い筆になると。だけど、まあ、私は全然好きです。だから細いアイライナーで、よく細いアイライナー引く人で、真っ黒のアイライナー探しててリキッドで、あ、ウォータープルーフとかはこれすごいおすすめです。うん、これおすすめで、あとこれはすごい大好きだなっていうのがこれ、最近私トゥートリアですごい使ってます、ビセの CC コンシーラーってやつで、私のはカラーが一番明るいやつだと思う。一番のライトベージュ。何が好きかっていうとね、これさ、ハイライトコンシーラーだから目の下とか T ゾーンとかこの顔の高い部分につけるものなんだけども、柔らかいんですよね。こう入ってってくれるっていう感じ。それがすごい好き。まあ、CC って言ってるぐらいだからと思うんだけど、すごい柔らかいです。硬すぎない感じだから、私結構こう硬い、ハイライトコンシーラーとかも使うんだけど、それを柔らげるようにも混ぜたりとかして使ったりとかもするし、ナチュラル系、今日は本当にこう軽い感じでいきたい、軽いのノリのファンデーションでいきたいとかいう時とかこれとか、結構多分日本の人好きなんだよね、このコンシーラー。軽い感じだし、ですごいテクスチャーもいいし、伸びもいいし、馴染みもいいし、色味もいいし、本当にいいやつです。これさ、これも多分値段すごい可愛いと思うんだよね、ビセだから。だから皆さんおすすめですよ、これ。見えるかな？資生堂の、これはね、スポーツカバーファンデーションっていうやつ。で、これもプレゼントでいただいたんだけどね。ちょっと使ってあるでしょ。まあ、これ何かっていうと、そのさ、スポーツカバーって言ってて、隠したいところを隠すようのものなんだけども、でもファンデーションって書いてあるのね。で、私は、まあ、これその隠したいところに隠したりとかするのもそうなんだけども、これは結構
硬いしカバー力がすごいあるんですよ。だから本当にもう重たい目のクマで悩んでる人とかはこっち、これでアンダーアイコンシーラーするといいかなと思います。ただ重たいからほらすごい重たいクマがあるんだけどシワがある人はこれ乗せると色は消えるけどもその分シワに入りますから、まあどっちかだよね。だけどすごいマットでさカバー力の強いハイライトコンシーラーとか探してる人はこれすごいおすすめです。あ、ちなみにこれカラーはカラー書いてない、 S100 って書いてある、それなのかな。カラー S100 でしたら次ファンデーション、これ日本帰った時ファンデーションもなんだかんだ1個しか買わなかったのかな。うん、そう RMK のジェルクリーミーファンデーション、うん、です。でね、私のカラーは104だって、104。RMK 行った時に私はマットのファンデーションが好きだからマットのファンデーション探してるんだけどって言ったらこれを勧めしてくれたんですね。で、なんでかっていう と、これはジェルだからの軽いノリなんだけども最終的にマットに仕上がるって言ってたからおーみたいなそりゃ買わなきゃでしょって言って買ったんだけど、なんか私の感想で言うとまあすっごいマットにはならないですね。セミマットっていう感じ、セミマットで軽い感じ、軽いノリでしょ。だから、まあ、冬場にすごいなんていうの活躍してくれそうだなっていう感じだから最近全然つけてないけど、まあ、この先もっと乾燥する時期になったら出番が増えるかなっていう感じです。だからすごいおすすめで、あと、パウダー系なんだけどこの2個ね、これこっちは皆さん私すごいトゥートリアル使ってるか何回も見てると思うけど、これドンキで買ったんだけどさ、タイムシークレットミネラル UV パウダーの03でカラーがミディアムオークルってやつで、これ SPF が50入ってます。そうで開けるとこういう感じなんだけど見えます、まあ、プレストファンデーションみたいな感じよね。うん、でマットなプレストファンデーションっていう感じだからまあすごい出番があるパウダーだと思います。そのままフェイスパウダーとして何ファンデーションとして使うこともできるし、リキッドファンデーションが終わった後にお粉として上から乗せることもできるし、まあ、すごい万能なやつだし、正直な感想を言うと MAC の、ミネラライズスキンフィニッシュのパウダーにちょっと似てるなっていう感じ。あっちの方がもうちょっと粒子は細かいと思うんだけども近いしドラッグストアコスメティックスだからおすすめで、もう一個はこれねキャンメイクのやつなんだけど今朝これも今朝開けたんですね。だけど使ってこれは全然お気に入りで紹介できるなっていうものです。キャンメイクのフロスティーマットスノーパウダーだって、名前が面白いね。キラキラ雪のベールって書いてあるSPF27、カラーはね1番だって。これも私プレゼントでいただいたんだけども、すごい多分おすすめだったんだろうからくれたんだと思うんですね。でそう今朝使ったのよ。今日そうさっきも言ったようにマットに仕上げたかったから、全体的にマットなつけ心地って書いてあるから、ツヤ系とかではなくてマットに仕上げたい時用なんだけども、開けるとびっくりするのがね、もう真っ白なんですよ。見えますか、真っ白なの。だからファンデーションとしては使えないですね。ファンデーションとしては使えないけども、こうやってリキッドファンデーションを終えた後に上からこう乗せるお粉として使うことができます。で私はさ、資生堂の歌舞伎カットのファンデーションブラシあるでしょ、あれで取ってこの崩れやすいところとか T ゾーンとか目の下とかっていうのに乗せたんだけど、すごいマットでつけ心地もよくって、キメも細かいし、OK 全然 OK っていう感じ。色がさついてるものとついてないもので結構みんなこんがらがる人がいるんだけども、色がついてないこれは白いですよね。白いってやっぱりトーンはちょっと明るくなるな、明るくなる。で色がくっついてるとまあ同じぐらいっていう感じだけど、まあなんていうの、
その抑えたいところ、鼻の周りとか、あとまあハイライトコンシーラーした場所に乗せたけど、すごいマットの仕上がりだし、なんていうのかな、浮いてきたりとかしないと思うから、すごいおすすめなのが、あの化粧直しとしてバッグの中に入れておくのをおすすめします。コールレートさ、あとそういうちょっとしたブラシを持って、ブラシって言ってもさ、こういう感じのブラシです。柔らかいふわふわのやつじゃなくて、こういうやつでこうやって取ってね、でのせるっていう感じっていう意味で、化粧直しとしてこれをバッグに入れておくといいと思いますよ。受講者様からプレゼントしてもらったんだけど、開けて箱をね捨てちゃったんです。だからさ、どこのブランドでとかいくらだったかとか私ちょっと覚えてないんだけども、多分見てる人わかるでしょ。ここに名前書いといてください、下の方に。ほら、これ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 よ、これ。なんかその受講者さんはドラッグストアとかで買えるみたいなことを言ってたと思うから、そんなにプライスイーなブラシではないはずです。そう、ただまあ持ちやすいじゃない、形的に持ちやすいで、日本ってこういうブラシ結構、まあ、あんまり見ない、少ないけど、まあいい仕事するんだよね。おすすめなのはパウダーを取るのにおすすめです。まあリキッドファンデーションをこうやってバフする用でも使えると思うんだけど、まあまあこれで全然それも OK だと思うんだけど、私はもっとこう大きめの、わかります、もっと毛が生えててっていうブラシでこうリキッドファンデーション伸ばすのが好きだけど、全然これでリキッドファンデーション伸ばせるし、パウダー系お直しのね、さっき言ったようなやつ、これに1個セットで持ってくといいかもしれないですよ。だからこのブラシもすごいおすすめです。1個持ってくといいかもね。パルガントンのベイクドデューハイライター、これもすごい私トゥトリアル使ってるんだけども、なんでこれを私そんなに褒めてるかっていうと、ドラッグストアコスメリックスなのに発色がすごいんですよ。なんかさ、ドラッグストアのコスメリックスってこうパッと見た感じすごい可愛いで、ここに乗せても結構 OK だったけど、顔に実際塗ってると発色が全然悪いとか結構あるじゃないですか。でもこれは結構そんなことなくって、こことかさ、鼻のところとかに乗せるパウダーなんだけども、発色も結構するし、でもうるさくない発色、ちょっとこう抑え気味な発色っていう感じだから、あれですよね、仕事とかさ、学校とかそういうのにはすごいいいハイライトパウダーだと思います。ピグメントすぎなくていいっていう感じだから、すごいおすすめで、ほらこうやって見ると分かると思うけど、こっちがちょっとローズイカラーで、こっちがゴールドでしょ。まあ私のやつは色はちなみにブライトベージュっていうやつなんだけど、これ違う色もあったのね。まあ、結構 あれかも、私みたいに日焼けの人はゴールドが入ってるから、これ混ぜて乗せるといいかもしれない。で、日焼けっぽくない人はこれよりもう一個明るい色があると思うから、そっちを選ぶといいかもしれないです。ただほら2色あるからさ、まあ、こっちだけ使うこともできるし、まあ、こっちだけ使うこともできるしみたいな感じで、まあ3パターン遊べるハイライトパウダーですよね。だからすごいおすすめ。そしたら次はこれです。シュウさんのポイントコンシーラーです。もう結構使って半分ぐらいなくなっちゃってるんだけど、カラーは 7YR でライトだって。一番明るいカラー取ったと思います。これ私ハイライトカラーに、ハイライトコンシーラーとして使いたかったから買ったんだけど、これの質が最高。これが本当にもう私の自分が一番お気に入りのそのコンシーラーの質、このハイライトコンシーラーとしてはベストっていう感じで好きです。さっき見せたこの CC は結構柔らかいで、これは、まあ、その真ん中っていうぐらいで、でこのさっき勧めた資生堂のさ、スポーツカバーファンデーションってあるじゃないですか。これをこうやって並べてみると、これが一番柔らかいミディアムで、これがすごい硬いっていう感じなんだけど、これはねすごいいいんですよ。伸びてくれるし、ファンデーションに入り込んでってくれるし、馴染むし、発色もいいし、テクスチャーもいいのね。そうそうそう、質がすごいいいし、カバー力もあるっていうところで私は
大好き、おすすめです。皆さんシューさん行ってこれを買った方がいいと思う。そしたら次がこれなんだけど、見えますか？何でしょう、これリップライナーですよ。リップライナー、 RMK のリップライナーで、RMK 行った時にリップライナー見てたらさ、その時は4色しかなかったんですね。すごい少ないと思ったんだけど、でその中で、これはね1番のベージュです。イレジスティブルスケッチリップライナーで1番のベージュで、これねウォータープルーフですよ。で、私今日リップライナーとして使ってるんだけど、何がこれを買うきっかけになったかっていう、いろんなさブランドでいろんなリップライナー出てて、ヌードカラーってあるじゃないですか。これはね私のスキントーンにすごい合う感じの、なんかすごいヌーディーなヌードリップをしたい時にパーフェクトなカラーだったんです。それはこれ今日だから、すごいおすすめだし、ウォータープルーフって書いてあったから、あ取れないくいしいいじゃんと思って買いました。で、さこう唇にのせる時にリップバーム、リップスティックとかを保湿でこうたくさんつけてると滑りやすいから、ちょっとまあティッシュオフした後にファンデーションとかちょっと叩いてあげてのせるぐらいが一番ちょうどよく発色してくれるんですね。すごいクリーミーではないから、そこがちょっとめんどくさいんだけども、でもそうやれば全然なんていうのかな、ちゃんとしたこの子のいいこの子自身の発色をしてくれるし、すごいおすすめ。私はすごいこのヌードカラーすごい好きです。次これアディクションのチークスティック、チークスティックでカラーが5番ですよ。これほらリップスティックみたいでしょ、だけどこれクリームチークとしても使えるやつです。で多分さこうやって作った時に多分このままこう頬にのせて、であとはぼかすだけっていう風に多分アディクションの人は考えたと思うんだけどさ、クリームチークとかこういった感じの、クリーム系のチークで一番怖いのがのせすぎちゃうことなんですね、一番初めから。でそれをすると結局取るのにすごい苦労するし、つけすぎちゃうともう取れないから、なんか多分経験したことある人いっぱいいると思うんだけども、そうこういったものはちゃんと始め少しずつ乗せるっていうのはキーなんですね。だから私がおすすめなのはこの手の甲に出して、ここからこうやって取って乗せていくっていうのが一番おすすめです。そうこのまま直接塗っちゃうと、あやべ乗せすぎたみたいに絶対になるから私保証しますからね。だから少しずつこれでさ、こうやってトントントンって乗せてからぼかしていくっていうのでもいいと思うんだけど、念のために私はここに乗せてからね、ちょっとお肌と同じ温度にして、でそれでこうやって少しずつ叩いていくっていうのがおすすめ。私はこのカラーも好きだし、でも一番これのね好きなところっていうのが質なんですよ。クリームチークって結構ベタつきが強いやつっていうのがあるんですよね。結構経験したことある人いると思うんだけども、結構ベタつきが強くって、みたいな、なんかわかります、一日中なんかベタついてるみたいな感じで、それは多分その人の肌質に合ってなかったりとか、多分ものすごくベタつきの強いものだから、そういったものに関しては上から粉を叩いたりするのが一番いいんだけども、これは、上から粉を叩かなくても、なんつうのかな、そんなベタつきが全然ない、ベタつきが全然ないです。つけて、下乾くのかな、多分乾くんだよね。多分お肌にしっとり入ってってくれるんだよね。で、上からお粉叩かなくても全然乾いてくれるから、なんていうの、しっとり系っていう感じ、なんかガッサガサに乾くわけでもないけど、しっとりしてくれて、保湿してくれてて、でもベタつきはしないっていう感じ。だからすごいおすすめです。ツヤ肌系作りたい時とか、そういった時とかはすごいおすすめだし、なんかチークにもちょっと深みを出したいっていう時はこれしてから、上から同色のパウダーチークをこうのせてあげたりとかも、いろいろやり方はあると思うんだけども、これのアディクションのこれの質が最高です。クリームチークとして使うにはだからおすすめです。でこの色も最高です。多分いろんな
違う色もあると思うんだけど、皆さんこれすごいおすすめです。これはさ、カバーマークって言って、日本のブランドなのかな、韓国のブランドなのかな、ね、ほら百貨店とか行くと売られてるやつなんだけども、これのおしろい、これはね、カバーマークブライトニングパウダーでプラチナルーセントって言うんだけども、上からのせるおしろいお粉ですね、ファンデーション終わってから崩れて欲しくないところとかにこう叩いてあげるってやつなんだけど、何が好きかっていうと、マットではなくって、その粉にさ、こう本当にシマーじゃないんだよね、なんかパールっていう感じ、なんかこう本当にキラキラした感じのやつのが入ってて、でもうるさくないキラキラで、程よいキラキラで、だからこうツヤを、肌を出したい時とかにはすごいおすすめなんだけども、このお粉はそういった感じで使えます。で、いい感じで、色もついてないのね、白い感じ、こういう感じ、そうだから結構気に入ってます。チフレのリップスティックです。カラーは S の118で、この色です。ピンクって感じ。これもどのビデオで使ったんだかな、他の、そうだ、オフィスとか、あとバックトゥスクールの、メイクアップトゥトリアルを作った時に使ったんだけども、そう、私毎日使いできるようなちょっと抑えめのだけどピンクシーな感じのリップスティックを探してて、で、しかも何、安め、多分皆さん見つけやすいし買いやすいしと思って、でそれでさ、チフレ見てたら良かったんだよね。なんかマットじゃないです、これはつけるとすっごいしっとりしてる感じ、一日中保湿してくれるっていう感じだから、それがもうすごいこうしっとり系でツヤツヤしてて、保湿してくれて乾く感じがなくってすごい好きだし、色もなかなか結構発色してくれるから、そういった部分でもすごい好きだし、値段いくらだったっけ、多分300円ぐらいじゃないかな、で買えるものだからすごいおすすめです。しかもこのカラーは可愛いと思いますよ。なんか色選び結構迷ったけど、この子を選びました。私はこれね、すごい皆さんにプレゼントしてもらったんだけど、つけまつげの、ボンド、つけまつげ接着剤です。で、私がね、ハローキティ好きなの知ってるから、結構プレゼントで皆さんくれて、私これ3つぐらい持ってるんだけど、4つぐらい、自分のお客さんよりも使ってます。つけるとクリアになるやつで取れないのね、そう結構取れないっていうので、これは本当にみんな1個持っとくと間違いないよ。最後です。最後、これね、化粧品じゃなくてマスクなんだけど、私日本帰った時にそのマスクすっごいいっぱいプレゼントでもらったし、自分でも買ったんだけど、だからいっぱいもらった分まだ全部を試してるわけではなくって、でもこう何個か試した中でもう自分が一番、これは自分の肌質に合うし、なんつうのかな、こう嫌な感じを残さない、なんかつけてピリッっていうとかもないし、なんかこうつけた後にこう赤みが出るとかもないし、なんか本当に相性のいいっていうのが、このピュアスマイルっていうところから出てるパックです。はい。で、ちなみに8枚入りで真珠って書いてある、これは本当に問題なしで使えてます。そうだから、夜だね、寝る前にお風呂上がってつけて寝る前までみたいな感じで使ってるけど、これはすごいおすすめっていう感じです。はい。なんか多かったから、こうさささっと必要なことだけ言ってこう来たけど、そうこれが私の、日本で買った、それからプレゼントでいただいたもので、おすすめの化粧品たちです。皆さんの参考になったら嬉しいです。ビデオ気に入ってくれたらライクをしてください。あと、コメントとシェア、よかったらよろしくお願いします。多分さ、私、その、今年の1、2、3、あと5月、2、5月、6月か、と、日本にいたから、その時
のやつなんですね。だから多分もう今なんて9月でしょ。だからその後に出たものとかでいいのとかもいっぱいあるんだけども、まあうん、これ多分まだあのお店行っても売られてると思うから、まあ、気になった方はぜひお店でゲットしてみていかがですか。すぐおすすめですよ。ではまた次のビデオで会いましょう。バイ。